そうすると今その畠山家と柴家の後継者争いの2つが原因として残ってるわけですか。これがまあどっちかといったらメインなんですけども、家長淳二先生がこの柴家の後継者説も結構注目しだして、石田春夫さんがこの応仁文明の乱で柴家教徳の乱の話を取り上げると、今度はこの室町時の精神を書いていた桜井英二さんがへそを曲げて、この春夫さんの応仁文明の乱をディスって、それに関して石田春夫さんが富士女子大学のホームページで桜井英二さんと明示せずにディスるというドロドロした人間関係が やります。そこで石田先生が言うとはるのは、いや私はこれとこれちゃんと両方言うてたんだって、桜井さんみたいにこれ一本じゃないんであって、桜井さんこれ一本なら間違えてるよということを、桜井という名前を出さずにディスってます。で、桜井さんは私が桜井さんの方を上げてないというふうに怒ってますけど、ちゃんと上げてるし、どうたらこうたらとブツブツ文句言ってて、この二人の間に何があったんだろうという感じですが、メイン、これ、中、これ、十、これ、メインは、畠山通あたりは、だいたい、文章の政変、文章政変に注目される以前は、例えばこういうふうに日野富子が義久を将軍にするために山田宗全と組んだと言われているんですが、現在これクエスチョンマークがついております。というのは、個人的に言いますと、いや、これ昔からよく分からなかったんですけども、富子が宗全と組んだんなら、なぜ富子は勝元のもとにいるのか、富子はなぜ勝元のもとにおって宗全を支持してるんだというと、これはっきり言って意味わかんない、これは。個人的には。いや、いろいろ説明するんだけども、どうしても納得できないわけですね。現在、富子をこの宗全と組むということに関して言ったら、一応現在でも、この先生も一応言ってはるから、またこれは言ってはるんでしょうけども、ここのところがどうなのかなということであって、富子の立場からすると、近年で言われているのは、この吉見を後に継いた後、義久が生まれてすぐに、吉見たち悪くなったわけではなくて、むしろ没摘みたどっての大嘗祭にも義政は義見を連れて行って、明らかに義見を後継者に期してるし、さらに言うと富子自身としてもこの自分の妹の義子をこう嫁がせていることを考えたら、で実際問題、義政の年でこの、義久がまだ赤ん坊であるっつうのは、ある意味やっぱり不安なわけですよね。当時の人間っていつ死ぬか分かんないから。だから当然自分が死んでも大丈夫なように、こういう中継ぎの人間を入れておくのは、スペアを入れておくのはもちろん、当時とはありであって、だから富子としては一応これを入れてる以上は、要するにこういってこうしたら一番いいと。ただこういっても悪い選択ではない。富子にとってははっきり言うと、どちらに転んでも悪くはないわけですね。悪くはないわけです。吉政が主導しているのを富子がそれでもいいと思ってるんです。主導は吉政でしょうね。で、富子はそれでもいいという感じって言うんじゃない。もちろん、どちらが主導するよりは、なんだこの二人って仲悪いイメージありますが、この辺で無形して、当然その富子の兄貴である勝光、日野勝光兄貴、推しの弟と言われた日野勝光、彼は日野家にしては異常なと出世するんですが、これは義政の後押しと、それからもう一人、当時の、朝廷で言うならば、この勝光院の別当であったこの勝光を引っ張り上げたのは、やっぱり当時の朝廷を、リードしている。意外とこの人、やっぱりちょっと注目してもあれなんじゃないか。要するに、この辺がおそらく朝廷あるいは幕府、そういったものがこういう絵を描いてると考えてもいいだろうと。そう考えると、没摘みたど天皇の大嘗祭に義見がこう出てきてデビューしてるっつうのは、非常に義政はもう非常に派手な舞台に義見を投入してきたわけであって、この辺全体での意思統一でこういうふうに筋書きされてたんだろうと。この動きに非常に危機感を持っていたのはやっぱりこの人でしょうね。伊勢定近はこの義久の養いですからね。で、義見とは関係ないわけです。この伊勢家っつうのは、将軍家の子供っつうのは、義政も当初は烏丸介等に育てられたように、嫡男を除いては伊勢家じゃなくて貴族の家で育てられてて、義政もだから当初は烏丸家、定親が育てるのは義勝、
で、義勝が死んだ後は義政を育てた後、今度は義勝を育てていると。育ち方にしてみれば、義見の方に行かれるのはあまり面白くないということもあったんでしょうが、この文章の政変、この伊勢定親と義見の関係という、この辺が一つの大きな、ポイントになってくるだろうと。そこを考えたら、この義見さんが、当初山名宗全と戦争しながらも急に山名に、乗り換える理由も分かるわけですね。要するに伊勢定親の復帰、だから対立軸は義見と定親なんですね。というふうに考えたら話がいいよ、分かりやすいと。定親は義見をパスで義久に持っていきたかったわけですね。そうです。要するに義見に行かれるのはやっぱりちょっと面白くないという。定親にとっては大変困るのがこうスムーズに行ったらいいんですがね、こっちに転んだときに定親は面白くない。ここはまあこれこっちでもまあ、ギリギリ政府のように富子とか多分勝光は動いてるんでしょうが、定親としてはこのルートはこれをもう除くしかないと。伊勢というのは足利家の経営者でしょ。でこれは細川とか山名に対抗できるぐらい力を持ってるんですか、伊勢家というのは。もともとはね、そんな力を持って、まあ、満足を抑えてるのと、それから儀礼とか抑えてるのと、特にこの定親の代にいろんな儀礼とかするので、特にこの定親が力を伸ばしてきたのは、柿酢の乱の後、崩壊した幕府政治が立ち直るときに、V 一徳政令とか、さまざまな政治とかをどんどんやっていったのと、それからこれは家永淳二さんが、この地方との関わりにおいても、もともと例えば室町幕府と、それから例えば東北方面っていうのは間に守護大名入ってますね、それまでは。例えば大崎市やったら芝とか、九州の菊池やったら畠山、伊勢の北畠には赤松とか、そういう大名が取り継いだんですけども、まあこの大名たちがどん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 没落していく、柿酢の乱に、至るかの中でそれとも没落していく。地方との関係を持っていたこういう大名連中はどん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 遠ざかっていく中で、こういったものを全て自分のところに収めていたのが伊勢家なんですね。この頃にはもうこういう東北方面とかもうほぼ伊勢に一本化されていて、例えば南部家、南部ってのがあるんですけど、南部は当初はこの大崎から芝を通って室町幕府の関係を持っとったんですけども、この頃にはもう大崎からもう芝に、大崎からこの芝を、芝の代わりに伊勢が入ってですね、まあ、そういうふうにいろんな結構いろんなところの人間がどんどん伊勢家にこう地方との関係がルートが伊勢家に一本化していくと。伊勢定親さんの妻の、兄弟、兄弟が芝義年と結婚してるんで、だからそういう関係があって、でさらにもう一つはこの伊勢家の強みはそういうネットワークがあるんで、例えばまあいろいろと裏で動いて赤松正則を取り立てて赤松家を復興させてると、赤松正則も伊勢の仲間になりますよね。だからそういうふうにしていろいろ大名たちに口を聞いてやって自分派の大名をこう取り込んでいくと。だからまあ伊勢定親の周りにはそういう 大名たちで、このグループは結局将軍震災、要するに将軍をバックにして、さらに伊勢家は方向衆、方向衆をたくさん出してますから、だからまあ武力も十分あるんですよ、方衆出してる以上は。伊勢だけじゃなくてその方向衆たちをこう配下に収めてるんで、だから都での軍事力は多分ずっと、まあ、地方に行ったらあれですけども、都での軍事力は彼らが握ってると言ってもいいで問題。ただ守護大名たちが本気出して自分のところの国から軍勢呼んできたら、それはもうもちろん対応はできないんですが、とんでもない限りは伊勢家は相当な部分を持っているという感じになりますかね。また同じものが出てきますが、昔の通説としては義久を将軍にしたい富子さんが前と組んで勝本対抗したと言われてるわけですけども、この形では宗全と勝本って仲悪い。実際にはただここに見たがるように宗全のまあ、養女、一応山名一門で山名広隆って言うんですが、この山名広隆が柿酢の乱で義教と一緒に殺されちゃったんで、その娘を宗全は養女にしていたんですが、その一人が細川一門と結婚して、後期の政元を産んでると。
これどうもこの勝本と宗禅の関係っていうのは可決3年にはもう出来上がってるんですよね。ってことは、うん、文書の政変の段階ではもうすでに25年近くの同盟関係を結んでるわけです。とすると宗禅と勝本ってかなり昔、かなり古い関係であって、まあ、この同盟関係はどこで潰れるのかということですけども、まあ、一般にはまあ甲府で済ませるね、赤松正則に、で赤松家が滅亡した結果、播磨とかを宗禅山田家が掌握するんで、山田家からすると赤松家の再興というのは譲れないと。細川勝元するまではこの赤松正則を積極的に取り立てたのは細川勝元であって、勝元としては、強大化する宗禅を建設するために赤松家を復興させたと。だから赤松正則は最後まで応仁なんで勝元に、細川勝元派とか山田宗禅とかに対抗して最後までこいつは粘りおるというふうに説明されてきたんですが、うん、これ一つ不思議なのはこの正則はなぜ文書の政変で失脚するのかという、実はこの文書の政変で伊勢定近と運命を共にした人間の一人はこの正則なんですよ。勝元と仲えんやったら別に文書の政変やったら勝元は勝ってんから正則も勝ってもええじゃんと。ですが彼は文書の政変で失脚してるっつうのは、正則と勝元をくっつけるのはそもそも間違ってたんじゃねえのというのが私の今のところの考えなのね。そもそも論として、いや、この正則と、つまり正則を引き立てたのは勝元の意思なのかという、まあそれは間違いないんですよね。当時慣例だった細川勝元が、まあ、正則の復興、正則による家督継承、赤松家の再興を、まあ、認めてるのは事実なんです。ただこれについては実はまあ、私のオリジナルじゃなくて、この立つ、新書として有名なこの室町幕府前将軍慣例列伝にはちゃんと違うことが書いてあって、宗禅を抑圧したいのは足利義政である。義政は、赤松復興に動き、でこの頃宗禅を隠居したんですが、この勝元はこの宗禅の赦免を願い出る代わりに、最終的にこの、勝元が宗禅を救うためにいろいろと義政とこう交渉する。その過程の中で義政から交換条件として宗禅は有している、その代わりに赤松を認める。こういうふうにここにはポスト書いてあって、あ、そう考えたらそれはまあ正則はそれは文書の政変で失脚するわなと。要するに文書の政変っていうのが伊勢定近による将軍震災の復活ということを考えたら、さあ正則失脚するよねと。当然その、将軍震災権として伊勢定近の他に奇形神髄がおって、この奇形神髄っていうのは飲料犬種のね、奇形神髄さん、あいつはもう当然将軍家の側近である同時に赤松家の一門ですから、正則を押し込むのはあれなんだろうけども、奇形神髄の関わりだけで正則を捉えるとちょっとあれで、やっぱり、正則っていうのはもともと勝元との関係はそれほど深くなかったと、うん、いうふうに言うべきじゃないかなと最近でちょっと思っております。実際にじゃあお前それ論文にせえ言われたら、そこまでのそこまでのまだ裏付けはないかな。私はやっぱりこの富子とこの宗禅の関係っていうのはほんまかいなと、そういうふうにも、まあ、考えてるわけです。一つ目の、結論になりますけども、実は富子が宗禅派であるという資料って私の見るところ1個しかないんですよ。この御奉公印記という、当時権の大納言であった近衛政家という人が書いた、後に関白になるこの近衛政家さんが書いた御奉公印記の応仁元年6月4日条、ちなみに一番最初にやったやつってここなんです。陽明文庫にある近衛政家自筆の御奉公一番最初のところでしたんですが、で出したのはここです。この二代内府と山名より、愛語らうにより旗のことなど愛ささうとうんぬんと。要するに富子さんと山名が通じてるっていうのはこの資料だけちゃうかな。あとは応仁記ですね。要するにだから一次資料ではこれだけであって、資料ではこれしかないんですよ。御奉公印記しか。でこのおそらくこの御奉公印記をもとにして応仁記とかでは
山名と、ひとみこが以前から結びついていた。それは吉見を排斥して吉久を将軍にするためだと。細川勝元っていうのは吉見派だからだというふうにまあ言ってきたんですけども、例えばあのこの五方攻撃以外にこれ何言ってるのか言ったら、実はあの細川勝元、ちょっと応仁乱が始まってしばらくのところです。細川が時政につまり将軍の旗を、つまり山名を討伐する名分としての旗が欲しいと、それを申請したことに対して、御台とナイフですね、御台とナイフが山名から相談を受けたので、旗のことなどを邪魔したという資料なんですね。それにぶち切れた細川はナイフの屋敷を襲撃するという噂が立ったので、ナイフは吉政元に逃げという話なんですが、これ当時の資料をチロチロ見てみると、まず大乗院寺社雑事記にも書いてあるんですが、これには勝光が反対した旨の記載はあるんですが、宗禅の話は出てきません。教格使用書ではもうちょっと詳しく書いてあって、要するに勝光はあくまでこれ山名と細川の死闘だから、そんな将軍がそこに、介入すべきではない、と正家の親父の近衛二つが書いた後の地側院官服記には勝光の話はないんですね。とりあえず餓鬼は、下されたということが書いてあるだけになって、そこで私は思うんですよ、勝光兄弟って本当に山名と以前から ここが一番問題なんですね。まず近衛正家の決めつけというよりも、近衛正家も別に以前から組んでるとはそもそも書いてないわけです。山名より愛語らう、山名から相談を受けたのでと書いてるだけであって、とするとこの宗禅と富子が組んでいたっていうのは、実は菩薩先生の応仁乱でも書いてあるんですが、ここ疑う必要があるんじゃないかなと、うん、要するに富子と宗禅が組んでいたっていうのはそもそも論としてあるんかなと、私は最近ちょっと思ってるんだよね。これ五方向印記にこう書いてあるから、じゃあそうだ、山名と、富子勝光たっぷり組んでいたんだというのは、逆に言うたら正家さんが書いてるから、正家もあくまでということであるというふうに言ってるし、まあ愛語るにより、むしろこの教格使勝光が反対したのは教格使用書の、これ意外と正しいことで、なぜ正しいと言えるのか言ったら、書き継がれる時に臨時を出してくれ言ってきた細川持幸、勝元の親父に対して、朝廷サイドが反対した理由がと同じなんですよね、これ。要するに、朝廷はそういう問題には関わらない。朝廷の家来である足利と赤松の戦いであると。だからそこの枠内で処理すべきである。その理屈、要するに、自分らで解決してくれと。わしらを巻き込まんといてくれと。いう意識は朝廷の場合結構強い。それを考えたら、今回のこの問題も山名と細川の間 でこれ山名と細川が昔から大したじゃなくて、山名と細川が一時的に仲間割れしているというそういう認識であるならば、山名と細川の喧嘩なんやから、そこに足利とかわしらを巻き込むのはやめてくれと、自分らでその話し合って決着つけてほしいというふうに言うてたとしても不思議じゃないわけで、山野と細川の戦いやからわしらを巻き込むなと言ってるのは誰なんですか？朝廷なんです。勝光です。あ、勝光、ああ、なるほど。朝廷の だから日野勝光が実際にこの旗のこと、つまりこの将軍による、山野を倒せという命令を出すことに対しての反対したのは事実なんですよ。まあ、つまりこれですよね。うん、これをもうちょっと詳しくとこうなるんですね。つまり勝光が細川から要求されたガキっていうのは結局山名を倒せという命令ですわね。その山名を倒せという命令に対して勝光が反対しているのは事実なんです。だからといって勝光が山名と組んでいるかどうかっていうのは、これ慎重に考えた方がいいんじゃないかなと。この五方向印記だけで決めつけるんじゃなくてというのが今のところで考えていることです。私は若干わからない、山名を決定的に敵に追いやるというのは、これは日野家から見てですか？日野家というか、要するに、まあ、幕府全体から見てですね、要するに幕府の命令で山名を打てるとなると、
もはや幕府は山名に対して攘夷じゃなくて敵対する関係になるわけですよね。だから幕府および朝廷としては、まあ、この頃幕府と朝廷って一体化してますから。でまずその3行目の山名と細川の死闘であるというのは、これ何を揉めてるんですか、山名と細川は。応仁の乱です。これ応仁の乱が始まってしまってから、ね、応仁残念ですから、うん、始まってしまってから、そうそう、うん、始まってしまってからはどっちも巻き込まれたくないよと、ということで、それを考えたら、まあ、勝光の言ってることって意外と正論なのかなという、これは今谷先生も戦国大名と天皇の中で、言うとはるのは、勝光が珍しく正論を吐いたんだ。勝光が、珍しく、そんなに正論が悪いのかと思うんですけど、珍しく正論を吐いて、蹴ってしまうと。珍しくとはひどいなと。いや、勝光ってそんなに悪いのかな。応仁の乱が始まってからも、それは山名と細川の死闘なんで、私らを巻き込むなと、うん、勝光は言うたわけです。ということは、もともとその勝光と富子が山名宗全の側についてたはずはないじゃないかと、うん、という理屈なんですね。この資料に依拠して、うん、山名宗全と、日野勝光および日野富子は組んでいたというふうに言うけども、富子と宗全が組んでいた資料って、資料的根拠は本当にあるのと。この五方向に信じていいのと。昔ね、私たちが高校時代勉強したね、富子が自分の子供を将軍にしたいから山名宗全さん頼むわと言うたのが一番最初で、それに対して吉見が細川勝元に泣きついたと、というふうに昔勉強しましたよ、うん、でそもそもその一番最初の富子が山名宗全に頼むわと言ったところが怪しいということなんですね。怪しいと。うん、わかりました。いや、不思議なのは、吉久が生まれた段階で富子が泣きついた男子はもう否定されてるのに、まだこの話は残ってるのは何でやろうと。だから説明かなり苦しくなっちゃうんですよね。吉久をつけるために富子が宗全泣きついたって話がもう潰したんやったら、でこれがまだ出てくるのかと言ったら、根拠を信じていいのかっていうのが私の今のところの考えなんですよ。理論としてはそこになります。これ結局、応仁の乱に関する見方をかなり歪めてしまってるんじゃないかなという、ここのところをちゃんとほぐさないとあかんのちゃうかなと私はちょっと考えてるんですね。2つ目の話に移ります、はい、これだからまあいわば2ですね。2つ目の論点、文書の政変とそれが山名富子の関係から、そもそもの原因である畠山家の内向、つまり応仁の乱で残ったのかということに関する一つの大きなポイント。畠山家の内向は畠山持国がクビになっちゃいましたと、吉永が新たに来ましたと。ところが全部可吉の乱によって全部パーになって、逆にこの人が殺されましたと。ところが持国にはこの人がおるんですが、母親の血筋といいますか、母親の出自に疑問問題があってというのは、どうもこの持国の妾であった土曜という、女性、複数の男性と性的な交渉を持ってる、そういう商売をしてはったようで、だから生まれたこの子が持国の息子がどうか分かんないというあたりが一つ問題じゃないかなと言われてるんですね。同じような例は足利義満の長男である雄山正史に関しても言われてます。雄山正史に関しては母親の彼が義持が死んだ時に、彼は実は義援よりも年長だったにもかかわらず、彼が外されたのは、彼の母親が実は中山光親の妻なんですよね。でこの青山有志が生まれた頃はちょうど微妙なあたりであって、この青山有志が義満の実の息子であるのか、実は中山光親の息子であるのかわからないじゃないかということで、吉永に関しても同じ問題が言えるわけであって、このいや別にいわゆるいくつかの有力な武将たちと何人かあれ持ってて関係を持ってはって、
だからこの吉成さんが実際に茂木国の息子であるのかどうかということで疑問があるというふうな話で、その後この柿津のランナーとの政治を理由のは畠山茂木国です。それに対してあの勝本と曹禅が組んで、抵抗すると、かなり派手に、抵抗してます。で、まあだからポイントはこの茂木国 VS ここになってくるわけですね。でそういう中でこういうお家騒動が起こるとどうなるのか、もうざっくりこういうふうなやつが、あのちょっと細かく話をしますと、茂木国はこの吉成を一旦諦めたんですが、あの僧にするために石清水八幡宮へ行っちゃったんですが、石清水八幡宮に行った時に吉成に会うて、やっぱりこの子がいいと、で茂富を首にしたんです。茂富はそれを粛々と受け入れて、受け入れた結果茂木国から吉成に決まったんですが、それに対して神保家など有力な遺憾たちが、まあ、反発して、この矢三郎さんを、まあ、擁立すると。それに目をつけたのがこの2人ですね。この2人は、まあ、露骨にこれをプッシュして畠山家を、揺るがし始めるわけです。お家騒動に、まあ、ちょうどいいチャンスが来たと。でこれ吉田さんは矢三郎からだ、これ正久という名前とそれから吉富という名前があって、はっきりしないんで矢三郎さんと言われてます。この矢三郎さんが死んだ後、この正長を擁立して、この2人の対立が結局大仁良につながるという、まあアウトラインから言ったらこうなります。勝本と曹禅は両方とも反吉成やったんですか、この時点では。そうです、基本的には勝本と曹禅はもうがっちり一体化してます。まずそこが一つのポイントです。と曹禅はもう反畠山、要するに畠山一強体制になったんで、それに対抗するために曹禅と勝本が結びついて畠山にぶつかっていくと。一強の畠山に対して細川山田連合ができた。最初はね、だから結構エグであるんですよ。この金欠の変って知ってる方は知ってると思うんですけども、三種の神器が奪われた事件ですね。五男町によって、これのバックにこいつらおったんですよね。山田曹禅と、そう、細川勝本と、これははっきり御花園天皇の父親の津田房氏の日記に書いてあって、勝本と曹禅がバックにおると、五段町のバックにいるのはこいつらやと。だからまあそういう乱暴なことをやってでも畠山茂木国を引きずり下ろそうという動きがあったわけであって、その畠山家が焦がれたのはこの陣営にとってはラッキーなので、畠山を潰すにはこの増永を押したら畠山家は潰れる。ということは当時畠山家というのはかなり有力やったということですか。力があったということ、圧倒的ですね。まあ当時も将軍がまだ力、将軍の執政が始まる前ですから、事実上茂木国が幕府のトップです。茂木国とそれから日野重子から御花園天皇、この三者が、まあ最有力の力を持っているグループですね。幕府と将軍家とそれから朝廷。なんか畠山を割るというのは細川山内にとってはメリットがあるわけですね。そこしかないというかね。だから畠山割れたのは、まあこいつらが割れ、こいつらがしたらうまく割れたと。よくぞ割れてくれたと。だからこれがなかったらもうそのまま畠山一強になっちゃって、自分らどんどん没落していくしかないけども、畠山はこんな風で割れてくれたおかげで自分がつける隙ができたと。じゃあまあそういう意味では畠山家の内向っていうのはやっぱり圧倒的に、なかなかこれはそれは収まるわけないんですよね。もうちょっと詳しくちょっと次見ていきますと、まあ、畠山問題はこんなにぐちゃぐちゃしたのは、まあなんといっても足利義政さんが悪いですよね。どんなことしたのかちょっと見ていきますと、いや義政言ったら我々は政治に興味なかったとか、文化の方に行ったとか、まあそういうのも、実際にはこの人相当政治的なんですよね。先ほどの話も、まずここまでは、まあ、まず第一段階、茂木国が弟の茂富を拝借し、後の吉成を擁立する、それに吉政は認可を与える、ここまではまあいいんですわ。それに対して不満を持った神保国宗らが正久を擁立する。そこに勝本が入ってきたことで話がややこしくなり、正久は茂木国邸を襲撃すると。吉政っつうのはこういう時にとりあえず勝った方につくんで、とりあえず正久を
支持、あの一応支持したと。でその上で吉政久が持ち国を収益したことに関しては許すが、その関係者は処罰する。特にこの責任者、この責任者が結局裏で、細川悲観の責任者が裏でこう糸引いたわけだから、その正久を担ぎ上げて持ち国を襲った正久は許すが、それを行わせた細川関係者は処刑すると。まあいわば両成敗ですよね。それに対して宗全が不満を漏らす。なんでそんなことするんだと。正久がついたんだったらそれでいいじゃないかと。正久の関係者である、あの正久をプッシュした細川の関係者を処刑するのはこれはけしからん。この段階ではあのもうこう考えてください。細川と、山名っていうのはもう一体化してると。だからあの細川の関係者を処罰するってことはこれ山名にとってもものすごいあの許せないことで、宗全っていうのはもともとそういう時にあの切れるタイプです。だから切れたんですよ。で今度は義政がまた、それに対して切れたんですね。宗全は何を不満を持ってるのだと。この俺に文句を言うのはけしからんと。お前は引っ込めというふうにして宗全をあの引退させられる、強引に。これまで実は、まあ、宗全という名前が持ち豊やったんですけども、この時に出家してます。持ち豊は出家隠遁、出家隠退に追い込まれちゃうんですね。ところが義政というのはあのすぐに手を変えるタイプです。だからあのでもともと義政はこの人が好きなんです。これも一つのポイントで、義政はこの人を結構実は気に入ってたんですよ。だからそもそもこいつが出てきたことがおかしいんであって、これはおそらく勝本と宗全を組んでグイッと押したから、あのとりあえず流されたと。でもやっぱりこう考えたら、まあ、宗全もいなくなっちゃったし、ほんならやっぱり吉成に行こうと。そういう中で新たに関連について細川勝本は赤松最高と引き換えに宗全の赦免を勝ち取ると。だそう考えたらこの赤松最高があの山名と細川の間のこの亀裂なったというのはやっぱりどうかなという気がするんですね。義政は赤松を再興したかった、まあ、そうです。要するに結局こういう、こうやってあの、まあ、義政及び逆にこうなんですね。義政、それから伊勢、この辺はこの辺も一体かと考えたら分かりやすいです。だからあの彼らにとってはとりあえず手駒を増やすためにはこの赤松再興、赤松を認めてやると、特に赤松と宗全はあの仲悪いですから、うん、赤松をこう認めてやることによって宗全をこう、うん、牽制することになると。つまりこの連合に対してくさびを打ち込むことになると。赤松が、だから赤松復興で得したのは細川ではなくて明らかにこいつらですよね。最終的に、うん、あの赤松は最も有力な東軍に入りますから、から見たら 後付けから見るとこういうのって結局結果から見て類推したらやっぱり歴史で歪むと思うんですよ。だからそう考えたらあの私はこの室町幕府前あのこの辰新書の方に従いたいと。まあ、これは私のオリジナルだ、こっちの方、これで読んだんで、あの、あくまでこちらの話ですが、正久から正長へと変わる、ここで正長が登場してきます。吉成の大和での失策を繰り返して、この人がどん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 と評価下がっていくと。そういう中で、あの吉政はついに、あの、まあ、この人は気が変わりやすいですから、吉成に変えて正長にしようかなと。ちょっと吉成の大和での失策って少し説明しないと、はい、聞いてる方分かんないよ。あの大和のその頃大和の国でいろいろ動乱があって、うん、それに吉成があの調子ぶっこぎすぎてぐらいしか私もあんまり理解したいんですけども、うん、大和行かないんだよね、ごちゃごちゃしすぎてね。まあ御座の世界だけど、御座君の、うん、あのそこはちょっとごちゃごちゃ私もちょっと理解できないんですがね。とりあえずこの人が、まあ、あの失策したということで、あの吉政からの信頼を失っていくという、とそういう中で、まあ、吉政二人も吉成正長にこう行くという、まあ、この辺の定見の差はあの一貫しないことだけ一貫しているという、そういう中で御花の天皇に頼んで吉成の千葉釣り臨時を出してもらう。この背景には日野茂子さんが亡くなったんで、これ あのまあ恩赦という側面があったみたいなんですが、それにしても急に吉成が赦免されたのはびっくりするんですが、こうやってあの、まあ、この両者の代打どんどん、まあ、こうやって崩れていくのは吉政悪いよねって話ですね。吉政には問題ありますということです。山名宗全っていうのは伊勢育ちからのターゲットになって、これ一つのこのごちゃごちゃしてる一つの動きの中の、動きっていうのは
動きの中で一つのキーパーソンがこの山名宗全とこの両者の連携がここにズンズズキズキとこう言ってるというあたりが一つのポイントであって、それとまあこの吉政自身のグニャグニャぶり、結局これで両方に遺恨は残るわ、いいこと一つもないわけですね。これで最初のところでどちらかにビシッとしときゃ多分大仁寺は起こらなかったというふうにまあ言われるのは事実だろうなと思うし、まあそういう意味では一番大きいのは畠山であるっていうのはほぼ間違いないだろうなというふうには思うわけです。問題はこの2人がどこで結びついたのかですよね。問題はこの2人がどこで結びついたのかですよね。これに関してはちょっと前はもっと古くから結びついていたと。宗全と吉成って昔使ってる中で、宗全は吉成のこの戦の強さに惚れ込んでいつかスカウトしようと思っててかくまったんちゃうかという話もあるんですけども、実際にはそれにこの2人の間が勝本と宗全の関係が悪いことを前提にした議論であって、近年ではこの勝本と宗全の間のこの対立関係というのは見ないと、これはむしろ一体化しているというふうに見るならば、例えば文書の政変という応仁乱の、半年前、1966年、確か9月頃ですから、応仁乱の直前に津田近が失脚したことで、もともと宗全体制が成立する。1466年の段階では、二人はくっついたはずだと。ただ、宗全は突然、吉成の上洛を呼びかける。これが多分亀裂の始まりです。これが1466年の12月です。12月の末です。だから逆に言うたら、ここまでは勝本と宗全の関係っていうのは多分成立じゃないかなと。これは多分宗全の方はいきなり突然今思いついたわけで、多分文書の政変あたりからか、そのちょっと後あたりから勝本への別れを、まあ、考えていたんだろうなと思うんですけどね。それと宗全の連携はいつからなのかってことですけども、これは従来は割合古く少なくともこの数年前だと言われたんですけども、まあ、小田先生は乱の直前である。乱の直前、本当にこの9月から12月の間、文正元年12月の末。実はこの吉成っていうのは芝吉門と関係があって、だからこの芝吉門は宗全とは比較的早くに組んでるんで、この吉門、吉成との関係をまあ注目するのが一般やったんですけども、吉門、吉成関係、2人連携してたんで、宗全が吉門とついてたのは事実なんですよ。ただ、これと、この、色変えようか、このグループと、このグループを、一緒くたにするべきではないと。青グループと緑グループを一緒くたにするべきではない。するに、ここが仲いいから言うて、ここが仲いい。で、一方で、ここも仲が良くなった、新しく。でも、こいつとこいつを結びつけるのは、論理の飛躍ですよね、という。青ができた瞬間、これイコール、これっつうのは違うだろうと。即じゃなくて、ワンクッション置かなきゃいかんわけであって、これに関しては私は小田先生に伺いたいと思っております。私はまあ、やっぱり、小田先生の通り、この、宗全が勝本と田本を勝つのは直前であるという意見に従いたいという、それだけの話です。だからこのところは、もう、この応仁の乱の通りということで、質問とかございませんでしょうか。あるよ、いっぱい。あとでまとめてする。仲が良かったからとか、うん。田本を分かつっていうのは、それは田本を分かつ前に、仲良くしながら殴り合いしてるわけだよ。うん、そこのところがどうかなというのが、ね、それは後でちょっと私の方も実際に見解言うからここでは言わない、はい、戦いの前までは分かりましたけど、じゃあなんで戦いになるんやというのはまだ分からないですね。これ結局勝本は宗全が吉成にくっつくことをどこで理解したのかなというのはあります、あるよねという、吉成の上洛と、宗全のクーデターによって幕政の主導権を掌握する。文正2年の1月ですね。年明けですぐに12月末に吉成が上洛してきて、まあ具体的に言いますと、砂川の罷免、吉成の家督継承。これは吉政は当初、吉成が上洛してきた時に怒ったんですよ。で、だから正月1日、
この段階では、あの、大島さんは正長を受け入れてるんですよね。ところが、深後、正長が急遽罷免されて、吉成の、加藤秀吉が明らかになると。この間に吉政は手のひら返しをした。あの手のひら返しされた正長は上御両者に布陣し、徹底抗戦。吉政は両者への介入を禁止し、要するに畠山は好きなだけ叩け、殴り合えと。周りの人間はそれに対して介入できないと。ところがそこに宗禅は、吉成の方に味方し、正長に対しては細川を手出しをしながらと。その結果、ボコられて、その元は後に引けなくなって、5月に応仁乱勃発といくんですけども、まあ、これに関して言われているのは、なんで山名は普通にあっても吉成勝つんじゃないのと。で、現実問題、実際山名が加入した人も、あの、正長が逃げるときに、山名派の朝倉が正長をボコってるぐらいであって、普通に吉成勝ったんで、五田先生は応仁乱で至るのは、といっても吉成の勝利動かないわけだから、勝本も吉成と正長が1対1でボコり合って負けたんだったら多分もう我慢したやろと。まあ山名はなんでそんなアホなことしたんやろうなということがまあ言われるわけですよね。まあここまではまああの一般に言われてることなんですが、なんでボコったんやろうなということに関して一つの種明かしを、私なりの種明かしの考えを示しますと、苦行部人にこう書いてあるんですよね。苦行部人の応仁元年のところです。密かに佐布室町邸に身を寄すと。すなわち、ここです。これね、あの、ちょっと悩んでるのは、これどの程度信じていいんかなという。ポイントは、あの、そこだけなんですよ。これがほんまやったら、悪いの、この人じゃん。砂川の地罰、院前を出てる以上、あの宗禅は正長をボコるよねと。吉成が発行して、ご両親に発行すると書いてあるから、正長の地罰、あの追罰院前を確保した上で、吉成を向かわせたと、うん、いうふうになってたら、それは出したやつ悪いよねというあたり。で、問題は、金子先生、どうです、これ、あの苦行分野のこうやって、そのまま信じていいんですかね。そうだけど、あの他に載ってない貴重な情報であることは確かですよね。うん。で、岩手さんとかはもうこれは前提してるんですよ。これどうなんだろう、どんで。岩手明さんなんかはもうこれあったもんとして普通に言っちゃってるんですけども、わ、うん、かんない。これだけじゃね。いや、もしこれがあるんやったら、それは悪いのはご話すんだろう。室町殿もそうだし、似たようなタイプなんでしょうかね。わかんない。そりゃ、ね。勝ち馬に乗る方だったが、何人もいたら大変です。わかんない。まあ特にこの人は結構これを乱発するタイプであったんですからね、あんまり考えずに。誰が出させたかですね、事実だとすれば。まあ山名でしょうね。これあの室町では当時山名の手に落ちてましたから、うん、まああの要するに山名がこの段階です、その最終期の段階で、うん、あの室町邸とそれからあの室町邸を押さえた上で、そう代理からご飯の天皇とご包み方天皇をあの室町邸に持ってきてるんで、この段階では山名の元におる。そうだ、まあ山名から言われたんだ。いや、やっぱり山名ですね、僕に。だとするとこの人責任あるよねという。ああ当然山名は多分吉政さんにも正長をボコレという命令を出せと言ってるんだ。吉政はこの時あくまで正長と吉成で勝手にやれと、うん、要するにあの死闘にしろと、俺は感知しないと、巻き込まれるのを避けたんですよ、吉政は。ところがそこにご花殿がよし、ちょっと吉政がボコってこいという命令だと言われたから、あのボコってええでというふうに言うたとしたら、そらご花殿の政治責任は免れることないだろうなと。これつまりそういうことですよね。要するにあのぼあのちょっとあの松永をボコっていいですかというふうに山名が言ったら、吉政がやめとけと、あの勝手にしろ、俺は知らん、俺は見て見ぬふりをすると、でご飯のよし、ボコってええぞ。いやだから身柄を抑えられてたんじゃない？まあ、身柄を抑えられてますよ、うん、うん、でそこで吉政はここではだから結局吉政の方が、あの吉政はそこのところで身柄を抑えられてても山根に安直に組みしないと、うん、でご飯のあっさり出したと。でこれあの半年後には逆転するんですよ、うん、半年後には今度はあの、ね、
この二人は細川の元にいますから、うん、でこの時にあの義政はあっさり山名をボコレという命令を出して御花園は一旦それを拒否するんですよ、うん、ただもうちょっと後になると最終的に御花園は山名追伐の印伝を出しますけども、うん、ただこれにこれ今回ちょっと出したんですけどもこの御花園の方による山名追伐の印伝に関しては山名追伐印伝に関してはこれは今谷先生はあくまで講和を目指せという命令であって山名を撃てたら言っていないです。ところが細川はすりを見変えたんだって言うんですけどもいや完全に細川方におる御花園が、戦争を終わらせろ言うたらこれ要するに山名をぶっ潰せ以外ないだろうと。でその段階で御花園は山名の方に行った連中全部官位剥奪してるわけですからこれはもうすでに御花園山名に喧嘩を打ってるわけであってその辺は御花園としても身柄確保されたのは事実だけどもということですよね。うん、まあここでボコって吉政この細川にいた時と山名にいた時と御花園とそれから吉政の、それぞれ対比が面白いなという。うん、これ基本的にはあくまでこれが。これ畠山のことでしょ。一番のポイントですがね。畠山のことでしょ。畠山内部の。これですね。これですよ。将軍と、うん、その法王が上皇が それぞれが命令を出すわけですが、それは将軍側の専決事項とかそんなではないんですか。畠山そうなんですよ。これちょっと難しいの。そこちょっとあれなんですよ。うん、それ畠山家内部の揉め事でしょ、もともとは。もともとは。もともとは。で、それにまあ、元々は将軍がいろいろ言うのはまあ分かる気がするけど、差し置いてなんで上皇が出てきて、まあそれ出せるんかもしれんけど。これ結局、一つは、御花園の、事情がありますよね。結局御花園というのは多くの臨時院宣を発給したことで有名、特にこの人はこれの多さで、有名、15通ぐらい現在残っているのは15通あるわけです。うん、これも1通と数えたら、うん、まあ南朝関係を打てというのは結構多いんですが、あとは影響の乱から始まって合計15通出してて、地罰臨時の多さで多分群を抜いたはずです。うん、で、まあ、これは割合多分研究でも一致が取れるというのは、まあ、当時の室町幕府にとって、この御花園のおった頃の室町幕府にとって、こういう、うん、いわば最高指揮官として機能していると。うん、だから例えば大和の国のこの争いとかにも御花園が臨時院宣を出すんですよね。うん、だから大和の国の国人がある精進光線とかそういったものも御花園が、あいつを滅ぼせ、あいつを許すというふうにして戦争を始める、戦争を終わらせる、最終的にこれは御花園によって宣言されていると。まあ決めるのはもちろん畠山とか、足利義政なんですが、最終的に御花園の命令を、うん、この報じる形になっているんです。だからこの問題っていうのは、頼朝が御家人が勝手に関東を受けるのはいけない、うん、それから大阪が関東を受けてる限りは徳川幕府はダメだ、それから幕末にあれだけ混乱するっていうのと一貫してるんですよね。室町殿の非官人であるはずの連中が関東を受けてるわけだし、その中で一体貸してるわけでしょ、室町殿と朝廷が。室町幕府って特に危ないんですよね。その構造的な問題ですよ。やっぱり京都に幕府開いてるってことは常にこういうこと、うん、
っていう、はい、挙手的に言うとそんな問題があって、うん、だから今松本先生が言ったらまさにあのストレートなところで、なんで義政の悲観なはずなのにっていう、じゃあ義政の悲観であるよりもっていうことなんですね、おそらく、うん、あのの当時の要するに権力体制の中の悲観なわけですね。うん、それこそその権力体制のトップが動かなぞろっていうのがおそらく後野先生の見解なのかな、どうなんですか、うん、そうですね、うん、今のところここを一体とした要するにまさに吉光、ま、以来の一体とした後部一体とした権力体制があって、地点の君じゃなくてまさにそこの主が動かなぞろと、うん、状態になってんでしょうね。本当ですね。でしょうね。だから室町の殿の悲観のはずっていう議論は成り立たない可能性あるわけですね。公武統一政権である以上は一応武家の主導による公武統一なんですが、武家の力があの落ちてくると当然あの室町の代理と言ったら言い過ぎかもしれないけども、この公武統一政権だからそこに重要なプレーが出てくると、その権力があるわけですね。なるほど。頼朝がキングして水野智之さんなんかは例えば、うん、この天宗に対するあの主導権を義則はずっと持っていた、うん、だからこの武家天宗に対する主導権は基本的に幕府が保持していたんだけども、うん、で、あの義則の時代はもちろん義則ががっちり持ってるんだけども、義則が死んだ後それを引き継いだのは御花園です、うん、だから結局あの天宗に対して直接こう支持できるのというのは結局まあ、 あの室町殿であって、あの朝廷を例えば畠山家がこう支持できるのはなかなか難しいですよね、うん、その時に天宗のに対する主導権を、まあ、確保したのが御花園であるという話があって、まあ、大きいですね、まさにあの、そういうのある意味権力基盤がないご花園だからこそやっちゃったのかな、こういうことね。うん。すごいね。でしょうね。すごいね、これ。うん、ね、ご花園も結構あるやけど、ごちゃごちゃの張本人ね。そう。ね、うん。この人結構責任重たいよね。で戦いが始まっちゃったわけですね、そういう、うん、なんかこう聞いてるとこう手続きミスというか、そういう感じで、うん、まあ両者の行き違いというかそういうところで始まっちゃったっていうのはあるかなと思うんですよね。うん、うん、で終結どうなんですか。楽しいですね。で、まあ、最後の終結、いや終結はね、私実はね、あの何も考えてない、あのだから応仁の乱の終わりっていうのは結局、まあ、うやむやにして終わるんでしょうが、まあ、一応これとかあのこれに関してはもう多分そんなに異論出ないと思うんですよ。あの一応建前上ね、ただ建前だけ、建前はこれで終わると、うん、実質までぐちぐち言い出すともうめちゃめちゃややこしいんで、とりあえずただあの全く勝負がつかなかったら一応建前はこういうことになってるという、建前は、うん、であのむしろ、まあ、これ多分建前はそうなってる、実際にはあのこれで笑ったやつ泣いたやつそれぞれあの東軍にも西軍にもそれぞれおるんで、まあ、例えばあの大内政広さんなんかは西軍だけどもまあ、非常に満足して帰っていったはずだろうし、まあ、東軍でも割り食うたやつもおるわけであって、まあ、代表格といったらやっぱり柴義弘なんていうのは、相当割り食うてるし、うん、それ考えたら、まあ、あの一概に、まあ、こういうふうに言っちゃうとあれなんですが、建前上は一応うやむやに落ちまったわけじゃなくて一応東軍勝利という形で終わりながら、まあ、実際には内実はあの西軍でも、笑ってるやつもいれば東軍でも泣いてるやつもいる。で、両畠山の戦いは永遠に続く。で、まあ、応仁乱の一つは乱後の大名大凶原則が崩壊することによって、まあ、大名層が幕政から離脱して
慣例職も形骸化していくと。まあ、こう幕府政治の根本的な変容が戦国時代であるという見方がある一方で、これちょっとワンセットの次いきますね。名王の政変という、この人がまあ将軍6、8、9で、この人死にました。その後どうするのかということで、吉見伏を上洛させた上で、これを次の将軍にします。吉政死にました。その時に、その数年前に上洛していた正友の息子の成功さん、彼は天龍寺に入っていたんですが、富子がこの彼に自分の住んでいた小川邸を、与えたところ、吉見がぶち切れて、小川邸をぶっ壊した上で、富子の持ってた所領も没収してしまうと。これはまあ吉見としては、まあ、富子はこの実はこれ細川政元がこの人を推していて、政元はどうもこの吉種に反対で、細川家はこちらを推していたんだけども、結局富子が当初の予定通りこちらを推したんで彼がついたんですけども、吉見はそれでもやっぱり富子に対する猜疑心があって、結局富子がこの成功に気を使うと、わ、もしかしてこの成功にずらせるつもりか言うて富子を追放しちゃった。これ結局吉見の大ミスですよね。で、吉見が死んだ後、種は将軍審査権を強化していって、それを支えていたのがこの人です。意外としぶとく生きてます。正長。この正長吉種体制は、吉久ができなかった六角征伐を成功させて、で、いよいよ吉成の息子の畠山元井を征伐しているときに、細川政元がクーデターを起こすんですよね。正長を殺した上で、吉種を追放して、とか捕まえて、ただ逃げ出しちゃったんですが、で、この成功を連続させて、吉住にすると。細川政元がやると。この明王の政変から戦国で始まるんだという議論は、結局、細川慶長先生というものが成立し、それに対して、この吉種が逃げた先が大内氏で、この大内氏を中心とする反細川、この2つによる2つの法というのが成立する。これが戦国時代であるという見方があって、まあ、結局先ほどの、応仁の乱なのか明王の政変なのかという話に関しては今のところどっちでしょうという。で、私はこれに関しては、まあ、私が大学院生やって一生懸命勉強していた頃に注目されたのはこちらなんですね。だからどうしても敗戦後はいつからですか言われたら、今までは大二郎言われたけども、やっぱり明王の政変っていうのが新しいんだよというふうに、まあ30年前言ったわけですけども、今はまたちょっと変わってきてるんで、例えば金子先生なんかはどんな思いあります？私はもうちょっと前だと思ってるけどね。もうちょっと前。うん。大二よりもっと前。もうちょっと前。あ、すみません。うん。いやいや。まあ、ちょそれゆっくり言うけど。金子先生についていきます。いやいや、私は全く政治史わかんないから。私は排除論っていう理論から考えるだけの話だ。最近東幕府、はいはい、幕府で教科書に書いてあってね、なんすか、東幕府や西幕府やって、東軍西軍じゃなくて東幕府と西幕府が戦ったんだって、これはなんだと。いつ頃にこんな東幕府、西幕府というのが出てきて、そうでしょうね、あれ。教科書に止まるの早いですよね。そんな新しいかな。吉見とかを、まあ、やっぱり90年代に言われてたか、言われてんのは言われてたか。私、あんまり実は東幕府、西幕府って言い方ってあんまり馴染みなくて、あんまり使った記憶はないんですが、最近ではしかしやっぱりそういうふうに言うかな。最近のこういう本を読んでると。私は あんまり意識したことないです、私実は。教科書に出てくるということは、まあ、定説になってるんだろうと。教科書に出てきてるってことだね。そんな定説、いや、逆に私、あんまり意識してなかったなという。まあ、要するに、吉見を将軍に義したということで、吉見に対する再評価でしょうけどね。それともう一つ、山名宗全が、こう花園とくっついてたってさっき話あった。じゃないですか。え、違いましたっけ？いや、一瞬だけね。一瞬だけ、うん、一瞬だけ。これ見てると、まず1467年の
正月、御花園があの室町殿に移動します。この段階で室町殿を抑えてるのは、山なのですよ。これ結局あの増永の没落によってあの世の中終わって、世の中平和になって、で、あの御山殿も、代理に戻ります。戦闘御所に戻ります。も代理戦闘にそれぞれ戻ります。で、次その半年後、今度は細川勝元が室町殿を抑えます。だからまあ室町殿をどちらが抑えるかの勝負ですよね、これ。この時にあのただ義政の方も山田に対しても細川に対しても、例えば室町幕府の中に入ってくる時にはあの丸腰で一人だけ入ってくるようにという命令を出しているんで、あの実際に軍事的に制圧の無理でやっても周りはもう細川あるいは山田だって、まあそういう中で中かろうじて中立を保っていたんですが、先ほどの餓鬼の申請の段階でそれが崩れちゃうんですよね。この段階であの細川はあのこの段階で山田討伐に府は舵を切ると。であれ8月やったかな、やばくなってきたんで、今度はあの上皇とそれから天皇を今度は室町殿に移動すると。だからこの上皇も天皇も東幕府側、まあ、東軍側にいるわけですね。そうそう、そうです。山田はしゃあないから五男長を連れてきて担ぎ上げて、新南帝って呼ぶんですか、これ何か知らない、大倉の宮連れてきて一応天皇みたいにしたって書いてあるのは、とあのもうちょっと詳しく言いますと、あのまずこの段階で細川元入ったんですが、あのこの段階ではあの結局あの御花園は院宣出すのを拒否してるんですよ。ところがあのその後吉見が一旦伊勢に逃げ出した吉見が再び戻ってきた後、吉見が今度は西軍に入って西幕府を作った時に御花園はようやく山田討伐の院宣を出します。だからちょっとタイムラグあるんですよね。ここまでに行く前のこの直後に御花園はあの細川と山田に直使を出して停戦を呼びかけてます。ただまあ、 あの細川は拒否したとなんですね。いやそれ見てもあの多分ね、あの先ほどの増永千葉の院宣を出したというのはなんとなくこの話からもなんとなく裏付けられるかなという、これを拒否したのは細川ですからね、これを記録している小根正家はそれは細川を受け入れないだろうと言ってて、なぜ細川がなぜ引けないか言ったら、もしあれだったらまあこうなりますよね。御花園が出した院宣で自分めっちゃ恥かいたわけだと、で今度口拭って、いや戦争もうやめようや、どの口がそれ言うんや、でも細川勝元の気持ちから言ったらそういうところあるんじゃないですか ね。この辺の話聞いてるとね、どうしても妥協できないような問題ではないように聞こえるんですけど。そうなんですよ。あの、いや、応仁の乱の一つの最大のポイントはそこなんですよ。どう、なんでこうなっちゃったという。いや、ど、いつ、いつでもどこでも引き返したんちゃうんという。それ簡単。あのね、政治メカニズムが完全に排除庫を作らないと動かなくなってるからなんです。政治システムが排除庫を作って、叩き出すことでしか動かないシステムになってるんです。これあの京都大学の経済学の今村仁が言っている第三項排除、常に排除項を作って叩き出さないと収まらない体制になってるんですね、うん、これね。だから応仁の乱、だから戦国の勃発はどこからかっていうのはそこなんですね。おそらく上から下まで排除庫を作って叩き出さないと終わらないシステムが起こっちゃってる可能性あるんですね。それはどう考えていくか、まあ、そこら辺はあの純正の歴史学者じゃない連中が考えていかなきゃいけないわけです。で収まりそうだけど収まらないわけですよ、絶対に。 要は蔡の乱犯者っていう言い方を、赤坂のりおさんがしてるんだけど、その状態になってるんですね。収まらない、これ収まるはずなんです、おっしゃる通りに、うん、収まらない、不思議ですどう説明していくかはいろんな分野から考えていかなきゃいけない。
すごい難しい問題だと思います。うん、政治学的構造論から考えていきたいと思ってます、この問題は。難しい。だから収まるはずなんです。なぜ収まらないのかってのは難しいですね、これ。収まることができない政治過程なんですね、これね。本当、だからこれは大先生がおっしゃるように、全く偶発的で、全て偶発的に起こって展開していくわけですね。誰もコントロールできない。これっていうのは、今まで等しいに言わせると、まさに、秩序っていうのが崩壊した、まさにカオス状態が起こるときで、常にこれはもう、排除口を一つ作って叩き出していかなきゃ、現状が維持できないし、それによって現状はさらにカオス化していく。赤坂のりおさんは、才の乱反射、どんな微細な才が極大の才に見えてくるっていう言い方するんですね。これね、戦いがね、始まってしまってからはね、それは赤松と山田なんか妥協のしようがないと思うんですよ。播磨の守護をどっちが取るかなんで。はいはい。だから畠山、正永と吉成も妥協できないと思うんですよ。この辺はね。戦いになってしまったら。できないですね、この辺は。うん、聞いてると、なりかけんとこではね、避けることは、徳川と石田三成が戦った時みたいにね、もうぶつかるしかないわというのでもないのかなと。うん、だから、どっかで妥協点が。これはぐち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 が続いてって、なぜかっていう、うん、だからこれは歴史学の範疇じゃ説明できないと思います。歴史学では結局、こうだとこうだこうだ、なんでやろうって思うんですよ。ここ数ヶ月勉強しただけのにわかちけど、結果論から見ると足利義満に叩かれたやつが西軍に回ってるんやと、リベンジ戦なんやと、これは山名とか一式とか時とか、なんかそういう義満に叩かれたやつが西へ回って、戦いが始まっちゃったらもうしゃあないと、まあ思うんですけど、でこれ義政や御花園がね、やばいとやめろということもできなかったんですね、もう始まっちゃったら。始まってから一生懸命言うんですけどね、もうやめてくれ言うて、直視とか、いろんなことを彼も、わざとも結構いろいろやってるんですけども、最終的に結局、まず義政が、これね、結局、止めることのできる人間がどんどん消えていくんですよね。結局、例えばここで切れて、あいつを撃て言うて言っちゃった瞬間も止めることできないですよね。例えば、義政の場合も、まあ、お互いまあ言うて言える立場あったらええんだけども、でこれ一つ言われてるのは、義政って実は意外と、この人言われてるのは実は意外と東軍と西軍の両方に一応目配りしてるんですよ、これは。ところが初期の段階で一気にこの義政がガキを出して、この勝光の反対を押し切ってガキを出して一気に突っ切っていっちゃったのは、この人のせいではないかなというふうに、これはだいぶ前に百瀬慶三さんが言っていて、で五座雄一さんも言ってあるけども、この人が突っ込んでいった、百瀬さんはこれを、この人が積極家とか性格であったと、それに対して五座さんは要するに義身としては一刻も早く東軍の中での自分の地位を確立するためには、とにかく過激化していかなきゃならない、そういうあれだったんだろうという、先ほどの金子先生のおっしゃるこの排除口の問題、才の来反射にもかかってくるのかな、この義身の動きなんかは。で結局彼は突っ切っていった挙句、最終的に居場所を失ったと。彼がいなくなっちゃったのは大内政広の上洛ですよね。大内政広が入ってきたことで、圧倒的に大軍の政広が入ってくるんで、西軍優位が見えてるんで、義身はいち早く政広の上洛を前に彼は逃亡しちゃうんですが、それまでもう思いっきり東側で西を叩く方に突っ切っていっちゃったのは、この人に一つの原因があるかなというふうに言われてますね。歴史学だけじゃ難しい。義身って最初東にいたんでしょ。そうです。で特に山がやっつけたんでしょ。そうそう。でそれがどっかで西へ行っちゃうんですよね。これは結局西軍が有利になるのを前にこの人は逃げちゃうんですよ。八馬の方へ行ったわけ。逃げたわけです。とその数年後に彼は戻ってくるんですが、義政からで
この時実は吉見が帰ってくる時に面白いのは東西両軍とも戦いを見てるんですよ。ということは吉見が帰ってくることでもしかしたら戦争が終わるかもしれないというそういう期待がどうもあったみたいなね。吉見が入ってくる時に一旦停戦だったんですよ。だから吉見っつうのはそういう風に見られていた可能性はありますよね。うん、まあだから典型的な秩序を作り出す要因となる排除項ですよね。うん、今村仁志理論で吉見を説明するときれいにいくのかもしれない。分かんない私。うん、私の前から取り、いや、そんなそうなるはずや、そうなるはずやってみんなもそれを期待したんですが、彼はそれを裏切っちゃったんですよね。いや、そうです。だからそう、うん、そう秩序を作るはずなのが常に叩き出されるからトリックスターってね、言葉のことができないんですよ。で、吉見を叩き出した後に作れればよかったわけですね、綺麗に。結局吉見がダメなのは、彼が要求したのは勝光を倒せと、うん、勝光を叩き出せと。それに対して吉政はそれを拒否して、で、細川勝元がそれに対してやっぱり勝元がこれに吉見がこの勝光排除を言ったことに対して、いや昔仲悪かったじゃないですか、要するにそれしか言うことないのって言ってるね、勝元がすりゃ。いや、だから第三項が定着して権力化するためにはまた排除項が必要、叩き出す排除項が必要だっていう、本来勝光なんていうのは武力的には関係ない。いいや。そこをともかくスケープゴードにして、うん、権力構造の中でスケープゴードにしないと自らの居場所がないわけですよ。なんかどうでもいいやんっていうのを叩き出さなきゃいけない。宿案ですね、これ。で、もう一つはこの人ですよね。育ち家ですね。結局、吉見が逃亡するきっかけは、吉政が育ち家を呼び戻すと決定したわけですね。ここら辺、排除論から一回書いてみたら、ござ理論よりもっと面白くできそうですね。排除、そうですね。ちょっと勉強したかな。すごい、これは、おそらく今村一つ理論を。理論を持ってきたらめちゃくちゃエキサイト。排除するのが目的で、はい、排除した後の利益いうのは具体的にあるわけですか。とりあえず排除が目的なんです。排除が目的ですね。その後どうなるとかなんて分かんない。いや、それいじめと一緒ですよ。だから合理的説明が難しいっていうことになっちゃう。はい、あれだから、おそらく吉見と勝光、貞地下あたりを排除を作んないと、もうぐじゃ、だからまさに戦国なんですね。あ、人志はその下に司が入るんじゃないかな。あ、こっちか。はいはい。うんうん、そうですね。うん、だから、ござ理論を超える合理説明ができるかもしれない。あ、人志は違う違う。人か。人じゃない。人志は、どうじゃ。人志。こっち？うん。からだったら、ちょっと、今まで人志でいくらでも出てくるんで、あれやっぱすごいよね。名前見たことあるの？うん、あれでしょ、かつ、五田さんがごちゃごちゃに否定してる勝俣さんの一期の理論っていうのを第三項排除から読み直したのが今村さんでしょ。はあ、はあ、分かりました。 こっちでした、調べてたら。そう、うんうん、あれがすごいんだよね。勝俣さん自体が全く気がついてなかったんだけど、勝俣さんの一期理論というのがまさに第三項排除理論だっていうことを後から説明するのが今村さんなんだよ。なんで知ってるのか思い出したわ、これ、うん、アルチュセールですね。そうそう、いや、うちの弟がアルチュセールの専門なんで。ああ、うん、そうそう、うちに実家に帰ったら多分今村として何個かあるんちゃうかな。うん、いや、私も一冊持ってたんやけども、多分小田さんの一期の理論がカットしてる部分もであり、おそらく小座さんの応仁の乱でカットしてる部分がまさにそこなんだと思うんで、おそらく通底してるんです。
私はそれ以上真面目にやる気持ちないけど、やる人いたら面白いんだろうね、これね。こういうの若い方にお願いしようかなとかね。そんな気もします、私も。この年は無理なんで。